焼きます。焼きます。焼きます。毎朝母はパンを焼きます。毎朝母はパンを焼きます。渡します。渡します。渡します。 日本人は初対面の人に会ったとき相,相手に名刺を渡します。出ます。出ます。出ます。もうすぐバスが出ますよ。急いでください。はい。 もうすぐバスが出ますよ。急いでください。はい。帰ってきます。帰ってきます。帰ってきます。昨日、父は朝8時に家を出て夜10時に帰ってきました。昨日、父は朝8時に家を出て 夜10時に帰ってきました。留守。留守。留守。今朝、ランさんの家に行きましたが、留守でした。今朝、ランさんの家に行きましたが、留守でした。原因。 原因、原因、警察は事故の原因を調べているところです。注射、注射、注射。 病院で子供が B 型肝炎ワクチンの注射をされました。病院で子供が B 型肝炎ワクチンの注射をされました。食欲食欲食欲,食欲最近 疲れているので食欲が全然ありません。最近、疲れているので食欲が全然ありません。ちょうどちょうどちょうど日本へ来てから 今日でちょうど一年です。日本へ来てから今日でちょうど一年です。たった今。たった今。たった今。父はたった今出たところです。父はたった今出たところです。 向かいます、向かいます、向かいます。自信を持って目標に向かっていこうと思っています。手に入ります、手に入ります。 手に入ります。やっと珍しい切手が手に入りました。入力します。入力します。入力します。今月の経理のデータを 全部入力しておきます。今月の経理のデータを全部入力しておきます。出ます。出ます。出ます。高野先生の新しい辞書が出ました。 高野先生の新しい辞書が出ました。宅配便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 でランさんにプレゼントを送りました。宅配便でランさんにプレゼントを送りました。ビデオカメラ。 ビデオカメラ、ビデオカメラ、稲見さんはアマ,アマゾンでビデオカメラを買ってくれました。パンフレット、パンフレット、パンフレット。

サービスセンター、サービスセンター、サービスセンター。買った日から1年間以内にパソコンが壊れたら、保証書と一緒にサービスセンターへ持って行ってください。買った日から1年間以内にパソコンが壊れたら、 保証書と一緒にサービスセンターへ持って行ってください。ガスレンジ、ガスレンジ、ガスレンジ。このアパートにはガスレンジがありません。このアパートにはガスレンジがありません。具合。 具合、具合。体の具合が良くないので、今日の試合に出ません。体の具合が良くないので、今日の試合に出ません。知識、知識、知識。 あなたは営業の知識はありますが、経験がありませんので、採用できません。あなたは営業の知識はありますが、経験がありませんので、採用できません。宝庫宝庫宝庫 この海は魚の宝庫です。このの海は魚の宝庫です。システムシステムシステム店の営業システムが自動的に動くようにいろいろ工夫しました。 店の営業システムが自動的に動くようにいろいろ工夫しました。キーワードキーワードキーワードインターネットではキーワードを入力すると検索できます。インターネットでは キーワードを入力すると検索できます。一部分一部分一部分今回のボーナスの一部分を使って親にプレゼントを買ってあげます。今回のボーナスの一部分を使って 親にプレゼントを買ってあげます。お待たせする。お待たせする。お待たせする。病院で、お待たせしました。次の方どうぞ。はい。病院で、お待たせしました。次の方どうぞ。はい。 và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ học tiếng nhạc cosmos các bạn hãy đăng ký vào kênh youtube của học tiếng nhạc cosmos nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây để có thể tham gia trả lời thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến học tiếng Nhật Các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của học tiếng Nhật Cosmos Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ học tiếng Nhật Cosmos Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo Hosecho, domo, arigatou gozaimashita